こんにちは。いらっしゃい。1回100円で。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。うわ、全部コイキングやってる。うわあれ、全部コイキングになってる。お客さん、やらないの？よし、コイキング、釣っちゃおう。あれ、全然釣れない。また逃した。あ、そう。じゃあこれならどうだい？お、跳ねるコイキング。跳ねるコイキング。イエイ。これはね、コイキングを育成していくゲームですね。うん。他のコイキングとどっちが高く飛べるかやるゲームです。はい。じゃあ早速やっていきましょう。うん。スタートお願いします。うん。始めからだね。始めから。後ろにピカチュウいたね。うん。お、なんかちょっと。昔のゲームっぽいような BGM、うん、はじめまして、ハネロコイキングの世界へようこそわしの名前はカープ、みんなからはカープ町長と慕われておるよ。ここはコイキングを愛する町、ホップタウン。ホップ、至る所でコイキングが育てられておる。おお、コイキングだ、うん、コイキングはとにかく跳ねる、よく跳ねる、頼りなくて情けない、世界で一番弱いポケモンと言われておるが、弱い、どんな時も跳ね続ける、そんな姿が愛らしくて、みんなはコイキングが大好きなのじゃ。だってボロの釣り竿、そこに3つのボロの釣り竿があるじゃろ。お、先っちょにモンスターボールがついてる。あ、本当だね。お主に1匹やろう。イエーイ、わしが釣り竿を選んでやるぞ。こしゃ、あ、選ばれちゃった。これで釣るんだ、うん、お、じゃあ何回やるのかな、これ。あ、来た。釣れた。どうなんだ。おお、釣れた。何だ。おお、釣れた、コイキング。普通のコイキングだ。これはよく跳ねそうなコイキングじゃ。うん。イエーイ。お、コイキングオスだね。レベル1、マックス11。君に決めたでいいのかな。うん、じゃあ、しんくん、君に決めて押してください。君に決めた。このコイキングは本当に元気がいいぞ。イエイ。これでお主もコイキングブリーダー。次は育て方のレクチャーじゃ。場所を移動するぞ。跳ねる力が増えたのが分かったか。残りの食べ物も食べさせるのじゃ。はい、おー、いっぱいある。あ、おお、レベルアップした。特訓させよう。特訓することでコイキングの CP はさらにグーンとアップするぞ。だって、おお、あ、特訓、特訓やってみよう。ゴー、コイキングをもっと鍛えよう。出発しましょうか。出発する。今日の特訓は、おお、いくつか、あ、これはサンドバッグ。サンドバッグ、どういうことでしょうか。コイキング体当たり、お、あ、タップすんのこれ。タップしてくれ。 CP が強くなった、お、なるほど。あ、成功だって。CP が70上がった、うん、日が暮れないうちにホームの生けすに帰った、うん、生けすに住んでんだ、コイキング。生けなんだ。おー、CP 溜まったね。特訓で跳ねる力が大きく育ったじゃろ。次はリーグに挑戦じゃ。リーグ、あ、リーグ、これ右下、はい、ゴー、移動中。お、跳ねる力を競う。リーグのライバルと跳ねる高さを競って目指すはリーグ優勝じゃ。おお、まずは1回戦ゴー。挑戦する。これ明らかにでも大きさが違ったんだけど今。さあ、始まりました、フレンドリーグ。解説はおなじみ、私、なんとかかんとか見え読みませんでした。コイキングはまだ体が仕上がっていないようですが、いかがでしょうか。どこまでやれるか楽しみです。うわ、相手大きい。まもなくスタートです。じゃあ、跳ねろコイキング。跳ねろコイキング、せー、跳ねろコイキング。おー、飛んだ飛んだ、勝った。勝った勝った勝った。うわー、泣いちゃったよ。もう痛いわ。でも勝ったね、うん、ちっちゃいコイキングなのに勝てた、うん、すごいね、うん、ブリーダーに勝利した、うん、あ、今ブリーダーのレベルもなんか、うん、経験値も増えてたね。特訓 P が回復、ダイヤをゲット。あ、なるほど。お、コイン4枚ゲット。おお、もうリーグで一勝したか。飲み込みが早いの。この調子なら8つのリーグ制覇不
可能ではないかもしれん。やった。まずは初心者が集うフレンドリーグとクイックリーグのチャンピオンを目指すのじゃ、うん、いよいよこれからお主の物語の始まりだ。イエーイゴー。夢と愛情と跳ねる恋キングの世界へレッツゴー。とくん出発する。今日の特訓は、おお、買った。跳ねるカウンター、またタップしてあるんじゃない。そうだね、うん、はい、お願いします。おー、すごい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 。おお、なにこれ。キュ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 、なんだ、超大成功。850円も CP 上がったけど、すごい。え、おや、誰かがこっちにやってきたようだ。だって特訓後にランダムでイベントが起こることがあるぞ。いろいろな種類があるよ。だって、お、金の玉。君君、コイキング育成頑張ってるね。どれ、おじさんがいいものあげよう。これがおじさんの金の玉。そりゃちょっとね、うん、そりゃ汗かくわな。コイン4手に入れた。ああ、コインなんだ、うん、金の玉っていうのは、うん。お、ちょっと待って。おおお、すごい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 。レベル6まで上がった。お、そして、お、コイキングのサイズ、体のサイズが中くらいになった。おお、すごい。やったね。おっと、またまた、さらに大きい CP だって。おお、まず食べ物。あ、そしてレベルアップした。お、コイキングの大きさが変わりそう。変わった。大きめになった。あ、なんか後ろにいるよ。これポケモンじゃない。食べ物フィーバー。マナフィーをタップするとフィーバーがスタート。いろんなポケモンが食べ物を持ってきてくれるよ。だって、おフィーバーだ。あ、来た来た。あ、タップ。うわ、めっちゃ来てる。めっちゃ来てる。フィーバーすごい。めっちゃ来てる。うわ、早い。うわ、これはすごい。そしたら5回戦目いっちゃおうか。お、スーパーボールだ。バトルに勝ってスタミナ全開、リーグポイントが回復したようだって。はい、行きましょう。行きましょう。 5回戦目、うん、フレンドリーグマスターだって。こいたろ、挑戦しましょう。はい、ゴー。お、フレンドリーグマスター、コイキング VS こいたろ。お、ちょっといつもと違う。本当だ、名前が。さあ始まりました。フレンドリーグ、解説はおなじみの私こいやろうが務めさせていただきます。うお、持ってる。今回の相手はリーグマスター。リーグ制覇をかけた熱いバトルがこれから始まろうとしています。コイキングは今回随分気合が入っていますね。体も十分に仕上がっているようです。これはいい結果を期待してしまいますね。まもなくスタートです。跳ねろコイキング。オーケー、頑張れ。いけ、跳ねろコイキング。なんだ、おお、やった、勝った。どうかわいそうな声は。おお、4メートルも高く飛んだ。やったね、うん。ということで、これは勝利、リーグ制覇した。やった。やったね。うん。お、跳ねとる、うん。フレンドリーグ優勝。イエーイ。おめでとう、やったね。来た。早くもリーグ優勝しました。うん、で、経験値プラス2。フレンドメダルゲット。おあ、これがリーグ優勝の証なんだ、うん、なるほどね。はい、じゃあ頑張りましょう。次、お、あ、優勝写真を図鑑に記録しました。だって、うん、そしてコイン6枚ゲット。そして第25号、すごいね。お、電気玉ピカチュウ、電気玉をゲットだって。光っとった今。あ、ピカチュウだ。ピカチュウがイケセン来たみたいだよ。やったやった。 おレベルアップした。お、どうした。最大レベルまで育ったよ。最後のリーグへ挑戦しようだって。うん。おお、コイキングが最大まで育ったみたいじゃな。今のお主ではこれ以上跳ねる力を育てることが難しい。このコイキングにとってはこれが最後のリーグ挑戦。悔いの残らぬよう、行けるところまで勝ち進んでいくのじゃ。
最後のリーグ。そうなんだ。いか。クイキング跳ねろ。ちゃんとピカチュウもついてきてる。お、ピカチュウの上。おお。CP5 アップ。クイキング一時的にパワーアップ。跳ねろクイキング。すごい。ピン。すごい。めっちゃ跳ねた。すごいな。跳ねろコイキング。さあどうだ。お、お、同じ。負けちゃったかな。あ、負けちゃった。微妙な差だった、うん、負けてしまった。 CP を鍛えて再挑戦しようだって。でも負けてしまった。最後の試合お疲れ様。コイキングは引退するよ。あー引退してしまう。悲しい受けになっちゃった。そうでしょう。1代目コイキング最終スコア。はあ、なるほど。これ代々やっていくんだね。じゃあ、うん、次へゲットしたメダルは一つ。なるほど。次兄貴。お、どれか選ぶんだって、うん、じゃあ真ん中で。はい、これにする。はい、さあ、いいコイキングがずるといいね、うん、さあ、何が来る。ぐいっ、お、来た。どうだ。おお、コイキングが出た。ちょっと模様が違うね、うん、おなじみのコイキングだ。だって決めた。あ、ニックネームつけられる、うん、どうする。 A 氏にする。 A キングにするよ。 A キングにする。うん、はい、こう。先生交代。ああ、なんか喋ってんの、コイキング同士で、うん、はい、ということで、エイシン君、ハネルのコイキングで遊んでみてどうだった。楽しかった。楽しかった。うん、うん、パパもね、なんかこんな格好をして祭りの格好だったけど楽しかったよ。うん、うん、よかった。ということで、跳ねろコイキングのアプリはですね、説明概要欄の方にリンクありますので、ぜひダウンロードしてプレイしてみてください、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。